聞くしかない。やろうども出直しだ。四国から本州へと乗り込んだ長宗我部元親。しかし武田騎馬隊に手痛い敗北を喫し、撤退を余儀なくされた。そして迎えた再戦の日、長宗我部と目的を同じくして並び立つ男がいた。打倒武田信玄を狙う徳川家康である。一歩も譲らぬ両者は小牧長久手にてぶつかり合うこととなったのであった。虎の一本釣り、誰にも邪魔はさせぬ。東西の遭遇。愛の虎、勝負だ信玄か。虎を狩るのはこの長宗我部元親だ。田舎者は引っ込んだな。おめえこそ西に帰るんだな。話し合いで仲良く解決とはいかねえな。徳川の坊ちゃんよ、鬼の力見せてやるぜ。信玄公に挑むのはこのわしだ。大口は俺を倒してからほざきやれ。主に捧げたこの命を見よ。これがおめえらを待ち受ける最大の恐怖だ。本田忠勝、ただ勝利するのみ。わかってるな。おめえらにできることなど何一つねえ。ほほほ、本田忠勝、徳川の宝だ。奪ってる。忠勝殿に続け。小牧の覇者は徳川よ。忠勝殿は押しも押されもしないんだぜ。私は天下人だ。邪魔はさせん。だったら電気に残してみろよ。天下への道は鬼にねじ伏せられたってな。やっちまってください兄貴。あだ
まだ暴れ足りねえぜ。ただ勝つとおめえらとのさ、あまりにもでかい。踏ん張ってくれ、ただ勝つ。ここで負けたら、信玄公ともたまへねえ。俺より前にこっちを見な。相手は俺だ。兄貴の暴れっぷり。うちの野郎どもなら甲斐まで一こぎよ。幾でな足なら三河武士にはかなわんぞ。大丈夫です。忠勝様さえいれば負けません。俺はもう怒ってる。いい恨みだったぜ。おめえただ者じゃねえな。かつあまり遊ぶな。さっさと潰せ。ぶっ放せ。他の連中にだけは絶対負けらんねえ。海の者よ、陸で動けると思うなよ。生きのいい子分じゃねえか。教えてやるぜ。ただ勝つ、この戦況に勝ちを分けよ。甘いね。いいもん見ただろ。撤退するほか手などなし。この世で一番イケてる男は兄貴。ただ勝つ、この機に乗じて攻めるのだ。僕が戦略隊出ろ。戦っそうで強すぎる。とても人とは思えねえ。戦っつ、圧倒的な力で見せよ。この思い、ここで終わらせる気はねえ。それがし徳川家康、この世に平和を作る。戦つの攻撃をも耐えるとは、しけに比べればどうってことね。あんた自身がかかってこいや。どうした、技に勢いがねえぜ。人質の身じゃ鍛えられなかったかい。鬼を名乗って軽く叩く悪人気だ。それがおめえのやり方か。俺は俺だ。気取った踊りの意地もねえな。いいもん見ただろ。そろそろ蹴りと行こうぜ。三河の大将望むところだ。最下位の鬼消えちまいな。どうだ。やるじゃねえか。おめえもな。なあ、僕は一つ手を組まねえか。目的は同じ。このまま削り合うよりはマシだろ。よし、おめえを信用しよう。
おいおい、どこまで坊ちゃんなんだよ。そんなに簡単に敵を信じて大丈夫か？信用できるかどうかはおめえの部下を見ればわかる。おめえは人を裏切らねえ男だ。こうして打倒武田という目的のために手を組んだ長宗我部と徳川家康は、武田軍が陣を敷く三方ヶ原へと兵を進めた。機を読み、手を取って互いの不利を埋めた二軍に念願の逆襲の時が迫ったのであった。虎のおっさん、絵にもの見せてやるぜ。三河武士、土佐海兵出撃だ。奇妙な同盟。信玄公、昨日までのわしらと思うなよ。祝いの流れ見、耐えてみろや。よくぞ言った三河郎、ならば手加減はせん。報告報告、我が軍の兵糧が一箇所に集められております。甘いね。動くこと雷しの風流がごとし、攻めよ。徳川と長宗我部が手を組もうとは。なんとも元気な連中よ。なあ家康、あんたはなぜ天下を狙う？簡単なことだ。戦を終わらせるためよ。兄貴、やっちまってくださいよ。戦で安心の旅なんて少ねえ方がいい。わしが天下人となって世を変えてやる。言うことだけはでけえ。悪くはねえな。甘いね。いらぬ者、あげみ。なんだ。貴様の思うようにはさせん。真田幸村、剣山、お二方の野望、ここで止めてみせよう。武田の若武者よ、待てや、やせん。そこまで、わしがやればならない。最後まで生き抜くのが頭の仕事だ。すまねえ、覚悟奇妙だとね。
ご声を正しく読む。
船の上で星を見失ったみたい。弱肉強食、それが戦国の法や。これは奪われた兵糧、傷を癒し反撃を開始いたしましょうぞ。兵糧あれば俺たち負けねえ。だけどぶっ潰せ血の気の多い連中だな。海賊の流儀ってやつ教えてやるぜ。ほわはれ、よし進め。もらった、マジに、ここは穴場ですぜ。いい波だったぜ。もらった、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 お抜きだった。他の人間もなかなかじゃねえか。お主らもな、この戦負ける気がせんぞ。やろうも奇跡を鳴らせ。兄貴、今日の戦は楽しいですね。武田の騎馬隊、火のごとく蹂躙せよ。行くぜ、やろうども。ここまで付き合ってもらったこと感謝するぞ。おいおい、寝言は終わってから言えよ。ここが正念場よ。蹴散らせ。よい。すげえ、逃げちまいて。弱すぎるぜ。って俺が強すぎんのか。俺のことを忘れてもらっちゃ困るじゃねえか。戻っちか。あんたは席、俺の上流のあまり席だ。二つの波で攻撃見せるぜ。どうにも求めたな。そうとして伸びたな、三河の。私が足で一番任せたぞ。あんたの無償なんざ知らねえな。横にだが好きに何やり。わしの最後の敵はお主らにあらず。どういう、わしは負ける気がしねえぞ、信玄子。愛が粉塵。我が一面大地をも裂く。の道に大あるなし。人は必ず死ぬ。よっしゃあ、やだ、我らの勝利よ。楽しかったぜ、イエス。ああ、
あんたが天下を目指すなら、いつかどこかの戦場で会うかもしれねえな。その時はいくらおめえでも手加減しねえぞ。わしは東から、おめえは西から、どっちが先に天下を握るか競争だ。じゃあな。あれから数年、天下の情勢は大きく変わっていた。あまたの戦が勃発し、いくつもの国が滅びゆく中、長宗我部軍は固い結束力を武器に順調に勢力を拡大させていた。その頃、東では数々の戦を勝ち残る徳川軍の姿があった。そしてついに時代は有無を言わさず、長宗我部軍と徳川軍を巻き込み、一つの戦へと収束していったのであった。本当にこの時が来ちまうとは。家康、戦場の友情。私は来るところまで来た。それだけだ。長宗我部元親よ、東軍大将徳川家康、ここに宣戦する。引く道はなし、進むしかねえ。やるぞ。覚悟を決めるぜ。かわしづらい。久しぶりだな、家康。あの時かかった夢が実現寸前ってわけか。わしも幼かった。悪くはなかった。俺抜きじゃ海の戦には苦労しただろ。あったんだ。おめえに習っておけ。ミカワプシオ、悲しみを力に変えろ。まだまだ、これしきで我が軍は落ちん。愛読の流儀ってやつ、教えてやるぜ。いいもん見ただろ。勝利を信じろ。バランスが我らが勝つ。今こそ兄貴に恩を返す時だ。最後までついてこいよ。
主の生き様を見せよ。ああ、鬼だ、鬼がいる。追撃を開始する。まだ負けが決まったわけじゃねえ。200の兵は石膏だったというのか。10万の兵、これぞ徳川家康の力よ。見よ、徳川の兵力数を。全ては家康様の人望のなせる技よ。わしは天下人となる。邪魔をさせ。なるほど、今すぐ逃げろ。冗談じゃねえぞ兄貴、俺たちはどこまでもついていきます。なるほど、突撃だ。いいもん見ただろ。ふんぼれ、三河武士の意地を見せるのだ。おい、兄貴の足引っ張るんじゃねえぞ。海賊の流儀ってやつ教えてやるぜ。いくらも強いぞ。武器を上げよ。敵に情けは無用ぞ。海賊の流儀ってやつ教えてやるぜ。かつての友は今日の敵。これぞ戦なり。砲を張れ、傾きよし、進め。それは身にしみるぜ。昨日の食文を忘れるな。出撃。皆の者、恐れるな。やつも人の子ぞ。いいもん見ただろ。追われたくねえなら逃げた。悲しくなりやがったな。あの坊やはどこへ行ったんだ。まあ、足立君、わしは嬉しく思うぞ。よくぞ超えるべき壁でいてくれた。葵の御旗はこの先必ず国を滑る。兄貴、危ねえ。you
教えてやるぜ。いいもの、チンケロウでも切ったら。愛着の流儀ってやつ教えてやるぜ。教えてやるぜ。東の太郎は良い太郎、数えきれねえお供を連れて鬼を退治にやってきた。元近、わしは天下を取るにゃまだ早い。西の海を束ねるは長宗我部元親殿とお見受けいたす。それがし徳川家康、お相手つかまつる。あんたの相手は引き受けるぜ。全力で泳いでくれ。時の約束通り、わしは全てをかける。鬼ヶ島に鬼たらこの世、その鬼たち受けて立つ。忘れちゃいねえぜ。あんたと共にどこまでもかけたあの日々、あれからこの世にも幸運に増えてよ。天下をいただくには収まりがつかないよ。消えちまいな。この道のりあんたにとっちゃ何だったか。元近。わしの夢もここまでか。戦つ。これ以上進むのであらば拙者のムクロを踏み砕いてから行け。家康様は幼き頃の不遇にもくじけず、我らに平和という夢をくださった。家康様は我らの希望、誰であろうとこれ以上家康様から何一つ奪わせはせぬ。ごめんら。
あんたの夢はこんなところで終わりやしねえ。この先も葵の門とこいつらの命を背負って未来へと続くんだ。もっと近い。おめえ天下を取ったのはあんただ家康。やっぱ俺は海のが性に合ってるぜ。他は窮屈すらいけねえや。これでいい。